はい、どうも皆さん。こんばんは。うっぷぬしでございます。今日の動画はですね、もうタイトルでバレバレだと思いますけど、カメラ夜話というね、企画が実を言うと、昔やっていたチャンネルであったんですけど、それの復活第1回目になっています。カメラ夜話、ざっくり概要を紹介すると、まあ、僕がね、そのカメラについていろいろ、ノー編集雑談してるという、ね、10分くらい雑談してるという、まあ、画面の表示はあるんだけど、なんかラジオ的な企画みたいな、そんな感じでやっているのがカメラ夜話でございます。で、しかも公開が夜なんですね。夜は、何ですか、ほとんど18時以降に、ね、更新してたので、それでカメラ夜話ってつけてました。はい、ということでね、復活第1回目やっていこうと思います。でね、もうすでに画面出ててわかると思うんですし、思いますし、タイトルでね、バレバレだと思いますけど、ね、ちょっと今 EOS M5 というね、カメラが気になってるんですよね。16年発売の、まあ、ちょっと古いカメラですけど、で、僕がね、その、なんで、ね、M5 がいいなーって思ってるかっていうと、7D Mark II より軽いカメラが欲しいと。ね、7D 重いですからね。で、サブ機がいるなと。一眼レフ1台じゃ、やっぱりそのレンズ取っ換え引っ換えしてる間に、ね、被写体逃したりとかね、するし。しかも被写体によっては、そんな 7D 持ってってもなーっていう感じもあるんですよね。そんなガチのカメラ持ってもみたいな。そんな感じもするんですね。っていう理由で、そのね、今の3つの理由で EOS M5 気になっているんですけども、じゃあなんで M5 だと。ね、細かい理由はですね。まずね、ボディだけでも軽くしたいわけですよ。はい。ね、EOS M5。はい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 。あの、バッテリーとか入れても EOS M5 って 427g しかないんですね。で、EF レンズ私使いたいので、ね、このマウントアダプター EF EOS M っていうのがね、これあるんですけど、これ確かですね、はい、110g しかないんですよ、これ。ね、本体 400g ちょいの、アダプターが 100g ちょい。で、2405がね、僕使いたいなって思ってるんですけど、2405がですね、670g あるんですね。で、ちょっとね、収録前に計算したんですけど、EOS M5 に EF EOS M っていうさっきのアダプターつけて、2405つけると、1207g。まあ、ほぼ 1.2kg ですね。で、今持ってる 7D Mark II はどうだと。ね、7D Mark II はどうだというと、これがね、びっくりしちゃったんですよね。7D Mark II でこんなに重たいのと思ったんですけど。はい。7D Mark II 910g もあるそうです。で、さっきの2405が 670g でしたっけ。なので、7D Mark II にですね、2405足すと 1580g、ね。すごい重量になっちゃうわけですよね。で、その差引くと、M5 にマウントアダプターかまして2405つけた方が 373g システム軽くできるわけですよ。これはね、いいな。300g 違うって相当ですよ。コンデジ1台分くらい違うわけですからね。これは持ってけるレンズ増えそうでいいですよね。で、その EF レンズをね、の資産を活かせるっていうのが、僕が導入を考えている理由の一つでもあって、はい。この EF EOS M ってやつ。ね、もう名前からわかる通り、EF レンズをもう、ね、アダプター返して使えるように、しちゃってるんですよね。まあ、なので、これあると、まあ、EF レンズ、ね、キャノンだけじゃないですよね。いろんな会社から出てますけど、そういうのも使える。
まあ、インフルエンザがね、僕使ってる理由っていうのは、とまた別に公開する動画で喋ってます。そのリンク概要欄に貼っとくんで、気になる方はぜひ。まあ、見ていただくと言われ、言うよりは、まあ、カメラ雑談的なね、動画ですけど、ね、ぜひ見ていただければと思います。はい。で、まあ、EF レンズがね、活かせると、アダプターで EF も使えるし、っていうのが理由ですね。で、まあ、EOS M5 のページに戻ってきましたけど、はい、で、操作のお作法がね、キャノンユーザーである私だったら使いやすいんじゃないかというのも私が気になっている理由ですね。まあキャノンのカメラって大体まあその上から下の機種までほとんど操作系統一緒なんですね、触った感じ。その EOS M5 よりちょっと上の KISS M ってやつも触ったことはありますし、ね、キャノンのミラーレスじゃない、キャノンの一眼レフも2台今まで使ってきてましたし、やっぱその3台どれを見ても操作系統が似ていると、まあ、ちょっと違うところはあるんですけど、まあ1週間ぐらいずっと触ってれば慣れそうなくらいだったので、まあ、ね、私もキャノンユーザーですので、ね、操作のお作法がキャノンなら、ね、分かりやすいんじゃないかな、馴染みやすいんじゃないかというふうに気になっております。で、 70 Mark II と M5 比べた時に何が違うって、バリアングルエクションなんですよね、 M5 って。ちょっとね、この前から見た感じの画像だと分かんないんですけど、これバリアングルエクションの機体なんですよ、M5 って。70 Mark II ってそもそも液晶動かないし、タッチパネルでもないんですよ。で、その、まあ、バリアングルエクションってハイアングル、ローアングル、ね、縦でも撮りやすいっていうね、利点がありますけど、そんなもの70 Mark II にそんな利点なんてなかったんですよ。っていうことを考えれば、まあ、M5。で、バリアングルエクションの機体もね、一個持っておきたいな、っていうふうにね、なってるというのが、ね、この M5、気になってる理由ですかね。まぁ、ちょっとあんまりベタベラ喋りだったんで、まぁ、その、なんで M5 じゃと、っていう理由は、もう一回述べますけど、まずボディだけでも軽くしたい。で、EF レンズが使えると。で、操作のお作法がキャノンだったら使いやすい。で、バリアングル欲しいというこのね、4つがね、気になっている理由ですかね。まあ、あとは LPE17 っていう、キャノンでもまあ、割と採用されている機種が多いバッテリーを使っているっていうのも、まあ、導入のね、一ついいところかなというふうに思ってますね。まあ、70 Mark II ね、性能はいいんですけど、そこまで必要としない場面っていうのというと私結構あるので、その動き物をね狙って取りに行くっていうことをしないこともあるので、そういう時にね、軽くてね、軽快にパシャパシャ撮れるカメラ、そして安価でね、性能のいいカメラっていうのが欲しいなっていうことで、 M5 気になっているところでございます。ということで、今回はですね、キャノンさんのページを見ながらね、 M5 いいなみたいな風にね、気になってるよっていう風なね、カメラ夜話進めてきました。まあ、なんか、ね、私、これ不定期でやってるので、まあ、定期的にやってるわけじゃないので、その気になるカメラとか、これいいなとか、これって実際どうなんだみたいな、そういうね、カメラ雑談とかね、していこうと思いますのでね、この夜話シリーズ、不定期で更新していきますので、よろしくお願いします。はい。まあ、他のね、動画も見ていただければと思います。ありがとうございました。